俺と野原との間に優香という可愛い娘が生まれて5年が経過した。5歳になった優香は活発で元気に育ってくれたんだけど、たまに不思議なことを言うんだよな。今日は良くないことが起こる気がするとか、怖い夢でも見たのかなって思ってたんだけど、まさか優香の予感が当たる日が来るなんて。やだパパ行かないで。どうしたのよ優香、いつもはそんなにダダをこねたりしないのに。ごめんな、任務には行かないといけないんだよ。困ってる人がいるかもしれないんだ。今日はパパと離れたくない。優香とママと一緒にいてよ。今日は朝起きてから優香がずっとこんな感じだ。それなりに聞き分けはいい子に育ったと思ったんだけど、また何か怖い夢でも見たのかな。大丈夫だよ優香、今日はそんなに遠くの任務じゃないから夜には帰ってこられるんだ。でも嫌だ。優香、パパが心配なのよね。でも大丈夫、パパは素手で壁をぶち抜くぐらいの筋肉ゴリラだから、心臓刺されたぐらいじゃやられないわよ。パパすごい。心臓刺されたらさすがにやられるよ。パパすぐ帰ってくる？もちろん、約束するよ。じゃあバイバイする。えらい、パパ絶対だからね。うん、ユージ気をつけてね。ああ、優香の前では言えないけど、あの子の鑑定結構当たったりするから。うん、そうだよな、もしかしたら予想より難しい任務なのかもしれない。大丈夫かしら。野原までそんなに不安そうな顔するなよ。そんな顔を優香に見せたら優香も不安になっちゃうだろ。そうよね。それにほら、野原だって知ってんだろ、俺が強いってこと。それは分かってるけど、私はもう呪術師じゃなくて主婦だから、最近の呪霊がどれぐらい強いのか知らないし、いくらあんたが強くても不安になるわよ。そうだよな。じゃあ帳の中だと使えないけど、連絡が取れるときはメッセージを送るからさ。うん、もし何かあっても野原と優香のことは俺が守るよ。そうね、不安そうな顔なんて私らしくもないし、行ってこい友人。そう来なくっちゃな。行ってきます。野原と優香のためにも俺は絶対に家に帰らないとな。そんで今日は2人と一緒に川の字で寝るんだ。よし、やる気出てきた。数時間後。おかしい、資料の通りだとこの建物のはずなんだけど、全く呪いの気配はしない。任務資料のミスか、それとも呪霊じゃなくてお化けだったらどうしよう。俺そういうのは無理なんだけど。そういえば今日案内してくれた補助監督の人、見たことない人だったけど、新人さんかな。とりあえず呪術高専に行って確認するしかないか。あー、今日中に帰るって優香と約束したのに、帰れるか心配になってきた。やっと来たか虎杖悠仁。なんだ、人？いや呪術師。呪力の気配がする。見たことない顔だけど、高専の関係者か。あの補助監督、怯えていた割にはちゃんと仕事をしてくれたようだな。なんだ、何を言ってるんだ。お前ははめられたんだ。はめられた？俺の名前は山本、お前ら呪術師が言う呪詛師だ。呪詛師？呪詛師が俺に何の用だ。補助監督を脅したのか。そうだ、あの補助監督には偽の任務の資料を持たせ、お前に渡してもらった。あの人は無事なんだろうな。仕事はちゃんとしてもらったし、命は取らないと約束している。よかった。安堵の表情を見せるか。やはりお前は噂通りのお人よしのようだな。任務の資料にはここで呪霊が確認されたと書いてあったぞ。それも嘘か。いや、この建物に呪霊がいたのは本当さ。その呪霊はどこだ。まあ待て、俺はお前に用があるわけじゃないんだ。俺に用があるわけじゃない？じゃあなんで俺をここに。まさか。気づいたようだな。そうだ、俺が用があるのはお前の娘さ。優香に何をするつもりだ。お前はかつてその体に宿儺を宿していたな。そうだけど、それと優香に何のつながりが。お前の体に宿儺はもういない。だがその遺伝子に宿儺の面影が残っている可能性がある。宿儺の面影が俺の中に残ってる。そしてその遺伝子はお前の娘へと受け継がれた。お前の娘には宿儺の何かしらの能力が受け継がれたかもしれないのだ。そんなはずない、宿儺はもう倒された。断言できるのか。確かに優香はたまに不思議なことを言う時がある。今日も何か嫌なことが起きるって俺が任務に行くのを必死に止めていたし、でもそれが宿儺の影響。そんなわけ
俺たちも確証があるわけではないのだ。だが、そんな特別な子供を高値で買いたいという連中がいてな。俺たちはその受け渡し役さ。つまり、優香を狙ってるのはこいつだけじゃないってことか。まさかここにいた呪霊は。そうだ、言っただろう。お前ははめられたって。俺はおとりだ。お前を誘い出し足止めをするためにな。じゃあここにいたはずの呪霊は俺たちの家に向かったってことか。野原、優香、俺と契約した呪霊は人の言葉が話せる。つまり特級相当に分類される。お前の娘には傷つけるなと指示してあるが、お前の嫁は好きにしていいと言ってある。野原、ここからお前の家まではそう遠くないが、俺もかつては2級に分類された呪術師だ。もう宿儺を体に宿していないお前など全くもって脅威ではない。話はそれだけか。ああ、お前にはここにいてもらう。いいや、俺はお前をすぐに捕らえて野原と優香の元へ行かせてもらう。そして数分後。こんなに強かったのか虎杖悠仁、まさかこんなにあっさりと負けるとは。お前、俺が宿儺の力を借りて呪術師をやってたと思ってたみたいだけど、宿儺のやつ一回だって俺に協力したことないぞ。それどころか邪魔ばっかりしてきたし。まあ確かに呪力を手に入れたのは宿儺のおかげだけど。しかし俺を捕らえたところでもう遅い。もう夜も遅いから終電も終わっている。俺が脅した補助監督には車を移動するように指示してある。そしてこんな山奥にはタクシーも通ってない。つまりここから帰るには走って帰るしかないぞ。は、俺を舐めるなよ。走ることと殴ることが一番得意なんだよ。じゃあな。足早。数分後。とりあえず走って帰るとして野原たちに先に電話だ。無事だといいが。はーい。野原、ああよかった。え、何？任務終わったの？野原、よく聞いてくれ。え？お前と優香の元へ特級呪霊が向かった。特級呪霊？狙いは優香だ。宿儺を宿してた俺の娘だから狙ってる呪詛師がいたんだ。そんなこともありえるかもって考えてたけど、まさか本当に。考えてたの？さすが野原。あんたは無事なの？俺は大丈夫。こっちの敵は倒してお前たちのところに向かってる。それならよかった。俺の心配なんかよりすぐにそこから逃げろ。逃げろって？パパ、ゆうか、ごめんね、起こしちゃったね。ゆうかを連れて逃げるんだ。こんな街中に特急呪霊が来るっての？どうしたの、パパ、なんか怖い。ごめん、ゆうか。とにかく今は逃げてくれ。野原？どうしたんだ、野原？ゆうか、こっち来なさい。パパ、助けて。ゆうか？くそ。野原、ゆうか、とにかくすぐに帰らねえと。宿儺も倒して野原と結婚して優香が生まれて、せっかく幸せな家庭を作れたってのに、それを奪うなんて絶対に許せねえ。家まであと少しだ。頼む、どうか無事でいてくれ。数分後。あった、俺の家。周りの家の人が逃げてる。やっぱりもう呪霊が来たんだ。すげえ音が聞こえる。呪霊が暴れてるんだ。野原、優香。うれぇ！野原さん？おう、遅かったわね、ユージ。パパだ！優香、よかった、無事だったんだ。つうか、あれ、特急呪霊は？ああ、そいつならノックもせずに私の家に入ってきて好き勝手暴れてくれたから、今釘ぶち込んで払ってやったところよ。あ、そうなんですね。驚いたって顔ね。あんた忘れたの？私はあの釘崎野原よ。ああ、もう虎杖野原だけど。ははそうだったな。お前も一緒に宿儺と戦った仲間だった。ま、5年も主婦やってたし、大事な子供が近くにいたから、ちょっとブランクがきつかったし緊張したけど、愛する我が子を狙って無事でいられるなんて思うのってわけよ。かっこええ。ママすごかったんだよ。ゆかを守ってね。かっこよかったの。そっか。俺、野原が強い呪術師だって忘れてたよ。私今日からママさん呪術師になろうかしら。
ママヒーローみたいでしょ。野原、ゆうか、どうしたのよ。俺がどれだけ心配したと。無事でよかったよ。そんなに泣く。肩に顔押し付けるな。鼻水つけるなよ。ごめん。パパ大丈夫？パパもう二人と離れたくないです。たく、あんたが一番情けない顔しちゃって。だってさ、電話越しに優香に助けてって言われた時、俺もうダメかと。ユウジ、あんたはいつも私と優香を守ってくれようとするけど、この家を支えるのはあんただけじゃないの。私だってあんたと一緒に支えたいわ。そうだよな、野原はいつも俺を助けてくれる。で、私がダメな時はあんた。うん。じゃあそれでもダメな時は優香ね。はは、そうだな、優香もママとパパを助けてくれるもんな。うん。よし、今日は3人で川の字で寝るぞ。うん。はい、その前にこのぐっちゃぐちゃの家の中をどうにかしないとね。寝るところねえじゃん。天井からお空見える。今日はプラネタリウムだな。こんなところで寝れるか。とにかくユージ、あんた屋根の修繕してきて。今から？夜の2時だよ。パパは家を支えてくれるのよね。はい。その後、野原と優香の元へ呪霊が向かったと知った時は肝を冷やしたけど、野原がかつて一緒に呪いと戦った強い呪術師だってこと忘れてたよ。まったく頼りになる母ちゃんだよな。その後、捕まえた呪詛師から優香を狙っていた組織の情報を得て、無事に全員捕らえることができたよ。これで一件落着だな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。